柏祭りとは、千葉県柏市で、毎年7月下旬の2日間にかけて行われる祭り。毎年70万人の人出がある、柏市だけでなく、千葉県内でも大規模な祭りの一つである。1970年頃は、柏駅周辺の再開発ラッシュに湧いていた時期であった。そのような状況の中、地元商店会としても盛り上がれるイベントをと考え、徳島県から、 阿波踊りの有名連を数連に呼んで、小規模な阿波踊り大会を開催したのが始まりである。そして、さらに発展しかつ地元に密着した祭りを作り上げようと、1971年に、柏駅周辺の地元商店会が中心となって、柏商業祭りとして開催したのが、柏祭りの前身である。またこの時、阿波踊りに代わる地元ならではの踊りをやろうと考え、 作られたのが、柏踊りである。第一回の、柏商業祭りでは、この柏踊りと、もともと存在した踊りである、京北温度が踊られるようになり、現在でも、柏踊りパレードで柏踊りと、京北温度が披露されているほか、柏踊りコンテストが開催されている。1978年からは、柏市役所も祭りに協力するようになり、名称を、 サマーフェスティバル、柏祭りと変更したのが第1回。後に柏祭りとなり、2017年で第40回目を迎えた。毎年、柏駅東口、西口それぞれで各種イベントが展開される。下記は例年の開催概要である。放日する1995年、2011年の規模縮小開催時は、これとは異なる。 柏祭り臨時バス当日は、柏駅周辺は大幅に道路規制が実施される。柏駅前の道路の多くは、12時21時まで通行止めとなる。そのため、路線バス乗り場、タクシー乗り場が、規制区域の外に臨時乗降場を設置する。路線バスだけでなく、イオンモール柏、モラージュ柏などの送迎バスも、同様の措置が取られる。祭りの模様は、 毎年8月上旬、中旬に千葉テレビ放送で1時間枠で放映される。千葉テレ開局当初より毎年放送されている番組でもある。出演するレポーターは、カシワネブタで運行、または飛べ人体験をするのが恒例となっている。ただし2008年の放送では、祭り2日目の夕方に激しい雷雨となり、カシワネブタが中止された。そのため、 リポーターが飛べ人として踊るシーンが撮影される予定であったが収録できず、柏祭り特番の中で柏ねぶたに関して放送できない事態となってしまった。通常、千葉テレで放送される祭礼特番はナレーションのみか、ローカルタレントやフリーアナウンサーがレポートする形式が大型である。2013年までは柏祭りでもこの形態であったが、2014年の 放送からは、比較的全国区のお笑いコンビが出演している。いくつかイベントがあるため、新宿型メニューで表記。柏ねぶたは口実とする。東口イベント西口イベント西口のイベントは、商店街の模擬店以外は、柏高島やステーションモール S 館前に設置された、西口ステージのイベントである。かつて行われていたイベント現在は、有名芸能人が出演することは、 稀となった。ただし年によっては、柏市に、ゆかりのある高木ブー、元幕風スランプのメンバーなどが出演することがある。柏ねぶた富士の誉れ写真は2012年まで、運行されていたもの1994年から、西口イベントとして開催されている。例年ならば、両日の17時30分19時頃が、運行時間。夕立や台風等。 好天の場合は中止となる。もともと、柏市と旧青森県柏村との交流があり、柏市でのねぶたが実現した。第1回目の出陣は、本場青森から運行、林、戸部人を呼び、見せ物として開催し、単年で終わる予定であった。この時のねぶたのテーマは、平野正門であった。しかし、地元市民の開催を望む声が高まっていた。 前述の1995年の規模縮小開催を経て、西口の地元商店会が中心となり1997年から地元市民が運行する形で再スタートし、市民参加型のイベントとして定着した。近年は関東地方でも渋谷センター街、桜新町、靖国神社などイベントの一つとしてねぶたの運行を行う祭りが増えてきているが、 2000年以前から行われている青森県外での青森型のねぶたは、柏ねぶた以外では湘南ねぶた、祭りつくばくらいである。特徴としては、西口のペデストリアンデッキや朝日通り商店街等の狭い道路を通過するため、高さや幅を柏専用で製作している。本場青森ねぶたより小さいサイズのねぶたが3基、運行するが、 規制線がないため目の前を通過する迫力は本場に引けを取らない。制作者は本場青森ねぶた祭りのねぶた市で存命するねぶた名人の一人、五代目ねぶた名人の千葉作流士である。2012年までは平野正門、妙見孫保守王、不動明王、内入り、肝心長、富士の誉れ、津軽ための部が制作された。 2013年には5年ぶりに、肝心調に変わる新作、安倍の生命が作られ、富士の誉れ、津軽ための部もリニューアルされた。それ以降は2年に一度新作が制作されている。現在運行されているのは以下の3期である。この他、子供ねぶたも別に1期制作され参加している。テーマは、その年人気のキャラクターや、その年の時事を反映したねぶたであり。 このねぶたの製作者は、地元のフリースクールである、優美小さな学園の生徒たちである。学園自体が、豊か式の突破印刷柏工場の近くにあるため、毎年初日の開始前に、学園から柏駅西口まで数時間かけて、実際に運行しながら移動する。運行ルートは、南口商店街、西口ステージ朝日通り、西口ステージ、西口本通り、 西口ステージとなり、最後は T 館高島屋方向に帰っていく。なお、ねぶたが西口ステージを離れている時間帯、西口ステージでは、ねぶたの代表的なおやしの披露などが行われ、ステージ上の飛べ人だけでなく、ステージ前広場の観客なども参加し、会場全体がラッセラーの掛け声のもと、見よう見真似で演者と観客一体となって盛り上がりを見せる。 柏商工会議所婦人会等の団体、日商学者の有志団体、市の広報募集で参加した一般とべ人など、在京の青森県人以外にも清掃したとべ人は、年々増えている。2014年に、第2回運行から参加していた、柏根豚林会は解散し、代わって2015年から、柏根豚運行委員会が運営する柏根部、高江運行、林、 戸辺人の地元育成を目指して設立された。2015年からは、林方として、柏ネーブ高いともに、前日のオープニングパレードや、日曜の西口祭祀を飾るコンサートを行っている、私立柏高校吹奏楽部も参加するようになった。さらにこの2015年からは、柏ネブタを、同じ千葉県の桜市で毎年8月に行われる。 薄いふるさとにぎわい祭りで行われるようになった。毎年多くの人が参加する祭りではあるが、いくつかの問題点が指摘されている。ありがとうございます。